新事体は日本において第二次世界大戦後に内閣が告示した漢字表に示された漢字の字体のうち字体整理により従来の活字の習慣と異なる形となった簡易字体を指す。現在まで正式に使用されているか。例えば学は学部の新字体である。これに対して従来のものを旧字体という。新字体は明治期から続く。 文字改革の流れで誕生した。すべて新しく考案されたのではなく、従来広く手書きに使われていた語字、火字、略字を正式な字に昇格させたものが多い。1923年に臨時国語調査会が発表した常用漢字表には略字表が含まれるなど、第二次世界大戦前から略字の導入が構想されている。 第二次世界大戦後の1946年に告示された東洋漢字表では131字が簡易字体で示され、続いて1949年に告示された東洋漢字屋座代表により約500字が簡易字体となった。1951年には東洋漢字以外で子供の名付けに使うことができる漢字を示す人名用漢字別表が告示される。この中には 彦、コ、ジョ蘭サトシ、ランのように、東洋漢字に合わせて、字体整理が施された、簡易字体のものがある。1950年代以降、活字の改め国が、進むと、印刷物の漢字は、ほぼ全面的に、新字体に切り替えられた。東洋漢字は、原則として、印刷文字の字型と筆写文字の字型をできるだけ、一致させることを目指した。必ずしも筆写に適していない。 従来の活字自体を、画数の多さなどを理由に、略字体や俗字体に変更した。一方、1981年制定の常用漢字表は、主として印刷文字の面から検討され、明朝体活字の一種を用いて、字体例を示し、これを通用字体と呼んでいる。通用字体は新字体をすべて踏襲し、1981年に追加された字種では、 新字体に準ずるものが採用された。さらに1981年常用漢字表告示の際には、明かりを簡略化し、明かりを通用字体として採用した。新字体に対し、明治以来行われてきた活字の字体は、旧字体、正字体、いわゆる後期字転体などと称されている。新字体は、旧字体の作りを、動音の画数の少ない文字に差し替える。 複雑な部分を省略した記号に置き換えるなどの手法で簡略化したものである。東洋漢字表前書きで固有名詞は別に考えることとしたとされたことから、人名、地名などでは旧字体や遺体字の使用が継続されており、実漢字もユニコードも新字体とその他の字体が並存するため混乱が生じることもある。漢字は字型が煩雑なため、第二次世界大戦前から、 筆記時には多くの略字が通用していた。文、題が、しばしば略字で書かれるのと同様である。個別に簡略を行ったため、例えば同じ、信用を含む漢字でも、同通は簡略化されているが、孫、辻など20世紀中に、東洋漢字、常用漢字、人名用漢字とされなかった漢字は、基本的に簡略化されていない。 漢字の行書体及び総書体を活字体として、解書体化し、新字体にしたもの。図図、漢味、昼、昼など。門の略字も書き順は違うが行書に由来する。中国大陸の漢体字では、を採用しているが、日本の活字においては普通使われない。二通り以上の時代が使われていた漢字を統一したもの。こうの字には、いさおという字体もあるが、 こうに統一された。手書きの形に合わせたものもある。道などの信用は、活字では点が二つ、筆記では一つで書かれていたため、一つに原則的に統一。青は、月の部分が活字では、円、筆記では、月と書かれていたため、月に統一。クズの字は、活字四角における字体が、であり、桂木の詩の字体は、である。スの レイジアザー型は、とされているが、ジス X レニーチさん、2004では、に変更され、2006年以降主要な、オペレーティングシステムの標準本とはこれに準拠している。ハン、ミコト、タイラなどは、その部分が活字では逆の、歯となっていたが、ソニー、原則統一された。絆、ヒラメなどは、現在も、歯の形のままであるものの、筆記で、これに習う必要はない。 ただし、これは徹底したものではなく、固有名詞では、ある程度許容されている。新寮の点の数は人名など、芝良太郎の量や辻久尿の辻は二つ点である。さらに、若月霊次郎のように、例の字が四字体、寮の字が二字体あるために、表記に揺れが生じる例もある。反平が、墓、祖かについても、佐藤や加藤の塔は、 祖父寺といって古籍では区別されている。新時代の導入後に旧時代を意図的に使用する例もある。大相撲の元横綱明け太郎の仕込め。明けは当初は作りの書に点がなかったが、点は点に通じ点下を取ってから点をつけるといい、大関に昇進するのと同時に点のある明けに改められた。マコ内親王の名前、マ子は新字体では、 まさことなるが、新字体による表記は固有名詞にも新字体を使うことを原則とするマスコミでも見られない。映像作家の手塚信の本名は新字体で、まと表記するが、旧字体の信で活動している。その他、グループ名では騎士団、作品名では、ゲッターロボコー、皆殺しの数学、活動写真の女、東京魔人学園電気、恋愛写真、悪の花、声の形などで、 旧自体が使用されている。漢字の大半は形成文字である。形成文字には、字物の類型を表す意図と発音を表す音符がある。青、清晴れ、生、生、生、瞳紙な生の音を持つのは音符が青であるためであり、清の場合、武士の三通以外意味を青が音を表している。イサレン、レン、ラン、ラン、ランの音符はレンガの 練りのように、かんであるが、かは、東と略されている。そのため、東を音符に持つ、胸、等とは、区別がつかなくなっている。煩雑な音符を持つ漢字を、同じ音を持つ、別の音符に置き換えて作られた、真字体がある。例えば、かこいは、もともと、かこいであったが、いも、いも、同じと読むため簡単ないに変更された。節ひそか、ちょうちょう、たんたん、 赤し赤し、尺尺なども同様。なお、まや、まを、げんま、よろこび、あたるを、げんけい、げんおう、きを、ききと書く人がいるが、それもこれを応用した略字といえよう。漢字の一部分を削る。おうは、あたると書いたが、いふるとりを、削除。げいは、げいであったが中間にある、部分を削除。けんは、けんから、けいを、削除。いとは、いとであったのを一つにし、 虫は虫を一つにした。だが、これにより、口述の通りもとあった別字と重複したり、本来の部首まで削られたがために部首が変更されたりした漢字も数多く存在する。中には、筆較が増えたものがある。符がそうであり、旧字では右下の点のないほであった。このため、品やといった字も、品、渡るというように一角増やされている。旧字体、 牧の下のが、己のになり、牧になったら一角増えることになった。火、面、いたす、みやび、抜きなども増加している。簡略化のために部首が変わった字もある。塔がそれであり、もともと部首は、門ではなく、塔構えで、元の字体は、である。この部首の文字には、時や、景気などがある。現在、多くの辞書が、門の部に、党を掲載している。声、意などは、 本来の武士を取り除いたため辞書での扱いが変わった。多くの辞書では、声は、血の部、には、形と統合されていることもあるの部に掲載されている。東洋漢字あざ代表による、簡略化には、部分あざ型の不統一がいくつか見られる。滝は、竜を、竜に、簡略化して、滝となったが、重ねは簡略化されていない。毒、食沢は、食を、虫に、 簡略化して、毒、触れとなったが、軸は簡略化されていない。物、筆は、ドルを、地に、簡略化して、普払いとなったが、にえ、火は簡略化されていない。天は、線を、うに、簡略化して、天に、段は、線を、すに、簡略化して、段になったが、線は、線と、中央部を省略したに過ぎない。使命、ほど、性などでは、水の絵を、 王に変えたが、帝、には、帝では、水の絵のままであった。水の絵を、部分あざ型に持つ、にん、も、水の絵のままであった。はの作りの部分、は、はん、腕、うで、は変わらないが、巻、剣では、おのれに変えている。主に蒸気のように簡略化されているが、既存の別の字と重なってしまったものもある。鬱と大本来、大は、星の名、腹ごもり。 喜ぶ、養う、失う、そして一人称の、我を意味する字であり、慣例的に、うつの略字として用いられてきたが、新字体において、うつは、大の字型で収録されたために現在では、大という字の本来の意味で用いられることはなくなった。ゲと芸、ゲ芸ゲは新字体において、ゲになったが、もともと、ゲという漢字があったため、意味も音も異なる二つの字の形が一致してしまった。 多くの場合、一致してしまう、既存の漢字はほとんど使われない、指示であり支障はない。しかし、ゲイの場合、奈良時代末期に石上や勝つが設けた、公開図書館、運転がある。日本史や図書館学の教科書などでは、運転のゲの草冠を四角の草冠にして、区別をすることが多い。ただし、本来、ゲーとゲの自体は、全く同じである。 なお、芸は、書物の傍中に使用される薬草を意味し、転じて、中国では、文学、教養を想起させる文字として人名などに使われる。簡体字では、上述した音符の交換により、北京語音で、芸と同音の、おつを使って、と略す。よと、よ、あまりとあまり、予定、よつげの、よは、よと略され、余情、余分の、あまりは、よと略された。よ、よはどちらも、 私という一人称油を表す文字である。虫と虫本来、虫は爬虫類を、虫は昆虫などの小さな虫を表す別の字であった。虫を虫と略したため、虫の字は本来の意味と虫の字の意味の両方を持っていることになる。糸と糸、糸は細い糸を表し、糸が糸全般を表す別の字であったが、糸を糸と略したため、糸が 糸全般を表すようになった。中国語圏では、十編国語辞典集定本の糸口のように、糸を糸の遺体字とする例があるものの、このような簡略化は、一般的ではなく、糸の簡体字は、である。中華料理のチンジャオロースは日本でも、糸のままで書かれることが多い。豊かと、豊か、豊かは、豊かという意味であり、音は、方。が、音符となっている。 形成文字である。豊かは、礼儀という意味で、音は、礼。礼の旧時代、礼の作りになっている。豊かが、豊かに変更されたため両者が衝突することになり、音が、礼かでそうでないかで区別する。が、豊かは単独の漢字で使用されることがほとんどないので、問題はほとんど起こっていない。なお、円の旧時代、アデの辺は、豊であるが、円は純粋な回意文字なので、 縁の音は豊かにちなんでいない。ケツとケツ、ケツ棒のケツはケツとなったが、ケツはケンと読み、あくびの意味がある。なお、ケツの字にももともと、かけるの字にがある。ケンケツという法律用語はじめのケツを信じたいにしてしまうと、ケツケツとなってしまう。東洋漢字では、ケンの音読みは採用されなかったため、厳密に東洋漢字に従うと混ぜ書きで、 献血となってしまうこのため、法律用語では現在でも、例外的に、旧字体を使用して、献血と書かれる。本文に新事態を採用している、広辞園、大辞林などの国語辞典でも、この語に限っては、表記欄に、献血の表記を採用している。2004年に、可決、2005年に、至高の民法現代誤化を目的とした、民法の一部改正によって、 医師の献血は、医師の不存在と言い換えられたため条文から、献血は消えた。ただ、新聞などのマスメディアにおいては戦後早くから、献血の表記を使わず、不存在、存在しないという表現に言い換えていた。釜と缶、缶は、素焼きの壁を表す字で、缶が作りに、缶の辺と同じ音符を持つ、形成文字で、英語、キャンの音訳で、金属製の缶を表す字であった。 常用漢字に漢が追加された時には、すでに漢は本来の意味を失って漢の略字として用いられていたため、漢が採用されて漢が旧字体となった。他の旧字体に比べて比較的遅くまで漢が正式だったため、ドラム漢工業会が1987年までドラム漢工業会の表記を採用していたほか、社名に漢のつく企業は東洋製漢、 北海生涯、日本生涯など多数存在し、その多くが生涯業者である。体と体、体は骨片に属し、音は体、肉体、体を意味している。一方、体は人間を武士とし、音は本、洗い、粗末なという意味がある。つまりもともとは体と体は全くの別字であった。だが、体が体の略字として、 古くから混用されていたため神事体に採用され、中国でも寒体字に採用されている。体を本来の音である、本と読む熟語には、体夫がある。これは、本譜と読み、棺を担ぐ人足を意味している。旧とうすと、旧現在、旧は旧の神事体として用いられている。しかしかつて、旧は、うすの異体字であった。つまり、うすの異体字が別字の、 旧の真字体として用いられている。これは、旧の音符に、ウスが用いられていることから来ている。旧は、ウスの異体字であったが、時代が下るにつれ、旧の略字として混用されるようになっていった。稲をとう、ちを、字と書くように、ウスの部分を、旧に置き換えた漢字も多く見られるようになった。つまり、旧は、音は同じだが意味の全く異なる二つの漢字の、 略字に用いられるようになっていった。結果、新字体採用にあたって、Q を Q の新字体とすると同時に、字の中の、うすの部分を Q に置き換えた漢字もいくつか新字体に採用された。なお、中国では、Q を Q の簡体字としているが、Q はうすの簡体字にはなっておらず、うすを略した簡体字は存在しない。大抵は、 皆のようにそのまま簡略化せずに用いられるが、地語を人と略すように、日本の新字体と異なる、簡体字になって用いられている漢字もある。渡ると渡る、渡るは、こう、渡る、渡るは、千、述べるの音義がある。しかし解書では、昔から渡るを書きやすい、渡るに書いてきたため、両者は、現在同一。この辞書は、東洋漢字、常用漢字ではないが、 渡るは1951年に人名用漢字に選ばれた。東洋漢字時代は名古屋法務局長からの紹介に対する法務不民事局長の回答に基づき、渡るも子供の名付けに使えるという運用がなされた。1981年常用漢字表告示の際に渡ると改められた。この時、渡るは許容時代となり、2004年に人名用漢字となった。 これらのことから、渡るを、休止、渡るを信じとみなすことがある。詳細は、拡張新字体を、参照新字体は、本来東洋漢字、常用漢字のみに適用されるものであるから、表外漢字には及ばない。例えば、虚は、虚に、簡略化されたが、欅は、同じ虚の部分を含んでいながらも、表外漢字であるため、簡略化されない。しかし、ジ X0208 では、 表外時も広く常用漢字に習って簡略化され、という事態もある。朝日新聞は、独自に、表外時の簡略化を徹底した事態に作った時期があった。奈良はジス X0208 から1983で、三髄以外の部分が、なんと同じように略されたが、ジス X02132014 では、草冠無理状の部品が、20の形となったものへ改められている。 中国文学者の高島敏夫は、筆写字は文章の中の文字であり、文脈で読まれるものだから、他の文字と類似しても構わないが、印刷字は一つ一つが独立してその字でなければならず、印刷字を筆写字と同じようにした、真自体は間違いだったと主張している。高島は、印刷字を筆写字に合わせてしまったために、例えば、線は線、伝え、点は、捨て、 点、段は段となってしまい、線の部分が持っていた、丸い、丸い運動という共通技を持った家族の縁が切れてしまったと指摘している。ありがとうございます。